Yeah. Our conversations always end up in a nosedive. Can't see it ending any differently this time around. Round, round, yeah. はい、どうも皆さんこんにちは。150チャンネルのハガーンです。本日はですね、マイニューギアということで、ちょっとセローを買っちゃいました。本日はこのセローについてどういう経緯でこれ買ったのかとか、今後の使い方とかそこら辺話していければいいかなと思います。ちょっと変えたパーツとかもあるんで、動画の後半ではその林道で走りながら、この変えたパーツとか自分のこのセローのインプレッションとかをしていこうかなと思います。自分としては850GSそして TTR125 に次いで3代目のバイクになってます。850cc と 125cc っていう両極端な排気量だったのが、その間の 250cc っていうちょうどいいところが入ってきたって感じですね。車検がいらなくて安いし、 なおかつ、何やかんやっても全部自分で整備できちゃうぐらいの、大きさ、そしてフレンドリーさとか、あと走破性とか、そういうものを考えて、セローにしたっていう感じですね。自分がこのセローを買った理由は、普段遊べるマシンが欲しいっていうのもあるんですが、もう一つ SSR に出たいっていうのがありまして、購入しました。本当にガチのラリーですね。それを見据えて、今後それに出たいなっていうのを見据えて、こういうバイクを買ったっていうのもあります。なので今後こいつをもうちょっとラリー仕様にしてったりとかするんですが、今後どうなっていくかもちょっと見ていただけたらなと思います。この車両について、軽く説明するんですが、自分が購入した、このセローは2018年モデルになってます。大きめのリアキャリアがあったりグリーンがあったりと、ツーリング装備が、充実しています。だいぶ乗られているのでエンジンもしっかり鳴らしも終わっていて、もうすぐにでもどこでも走れるよっていう話でした。ちょっとこう一部傷とかはあるんですが、前オーナーさんがいろいろ乗っていたそうです。で、通勤に使ってて1万3000キロくらいだったら、そのハードな使い方もされてないし、いいだろうってことで購入してますね。なんでここら辺のそのハードパーツ、ハンドガードだったりリアキャリアだったり、そういうものは前オーナーさんがつけていたものだそうです。 USB やスマホホルダーも最初からついていて、お値段は52万円、ちょっとまだ高いなって感じはしますが、この機を逃したら多分こういうセローとかそういうキャッチーなバイクはもう乗れないんじゃないかなってことで、購入してます。ちょっとの間乗ってみましたが、そんな変なことも起きずに、しっかり走れるなっていうバイクでした。次はもうちょっと近くから撮って、どういうバイク、どういうところをいじってるかとか、どういうものがあれかっていうのを話そうかなと思います。はい、というわけでセロを細かく見ていきましょう。ちょっと自分も林道何本か走ってきたりして一部泥汚れとかついちゃってるんですが、最初ついてきたものとか、あと後から変えたもの、納車後につけたり変えたりしたものとかをちょっと話していこうかなと思います。まずは最初からついてきたものですね。最初からくっついてきたもの、このセロは結構あります。前オーナーさん結構いじってたみたいです。はい、まずこのジータのハンドガード、これは、しっかりとした鉄製の、タイプのものが、くっついてました。ショートレバーもくっついてますね。とジータのやつなんでしっかりしたメーカーのやつで、普通に指2本で使えるタイプなんで、操作性も十分あります。で USB も取り付けられてて、スマホをナビにしながら運転できるよって感じです。で、なんといっても ETC が最初からついてきたのは良かったです。これでいろんなところ安く行けたりするんで、これも結構購入の決め手になったなって思います。前側はこんな感じで、後ろです。後ろ、ただこのしっかりとしたキャリアがついてて、上にプラスチックのケースもくっついてました。自分はこのなんか上にドーンと乗ってるのがこうスクーターっぽくて好きじゃないのと、足に引っかかるのが嫌なんで、取り外してエンデュリスタンのこのちっちゃい方のつけてます。もうちょっとこういいやつあったりしたら、
まあ変えようかなって思ってるんですけど、ひとまずこれで十分かなっていう感じですね。最初からこのパフォーマンスナンバーもついてました。まあ、正直ついてることでどう変わるんだっていうのは自分そんな実感することできないかなって思うんですけど、あると結構剛性がアップするとか聞くので、まあ、結構いいかなっていう感じがします。はい、とまあこんな感じでパーツがもりもりついてるいいセルを変えたかなと思います。と次が納車後に取り付けたパーツです。納車後に取り付けたパーツというと、まあ、いくつかあるんですが、まあ、今ちょっといじってたようにエンデューロの時とかにあの引っ張るベルト、スタックベルトだっけをくっつけてます。まあ、これはオフロード遊びする人は結構なんかマナーですみたいな話を聞くので、まあ、取り付けといた方がいいだろうってことで取り付けました。 Amazon で1000円2000円くらいで購入できたので、まあ、安物でもいいから付けとけばいいからと思って、まあ、付けてます。はい、加藤式のミラーですね。普通の純正タイプのやつ好きじゃないんで Amazon で安いの購入しました。あの TTR にもくっつけてるやつなんですけど、まあ別に使ってて自分は問題ないかなと思ってるんでこれにしてます。グリップも変えてます。なんか最初からくっついてきたのがなんかプログリップのなんかスクーターグリップとかいうなんか舐めてるようなよくわかんない形のやつで、すごいなんか持ってて気持ち悪かったんで、近所のバイク屋で1600円ぐらいで売ってたデイトナの普通のバイクグリップにしてます。で、変えた中で一番でかいパーツがタイヤですね。最初のタイヤがこの IRC のトレイルウィナー GP210 が履かれてました。まあ、オフロード走るんだったらちょっと微妙だよねっていうタイヤが履かれてました。まあ、前のオーナーさんが通勤用に乗ってたってことだったんで、自分の使い方的には微妙なタイヤだったんで、同じ IRC のGP610 っていう、タイヤに交換してます。IRC のトレイル用のタイヤだったら一番オフに振ってるタイヤとなってます。まあセローで履ける一番こう攻撃的なタイヤってことですね。これ全部自分で手組みしてます。このタイヤ硬いっていう言われてるんですけど本当に硬かったですね。頑張って交換しました。まあ主に今交換した部品とかはこんな感じになってます。まあ今後もうちょっとこうやりたいこととか増えてきたら、まあ、いじるかなって感じはするんですが、ひとまずまあこんなカスタムにして自分は今遊んでます。この後は実際にちょっと林道を走ってきました。この林道を走って、まあ、どういう感じだったのかっていうのを、まあ、話して今日の動画は終わろうかなと思います。というわけで林道のレビューどうぞ。850チャンネル失礼します。すいません。はい、じゃあ行きましょう。このセローで初めてのまともな林道です。はい、今回通ってるのは林道湯ノ木線です。この前 GS でも通れたし通れるでしょうという反応でいます。で、ここ、はい、何事なく通過しましたね。 250cc のオフロードバイクだったら今んとこもへでもねえぜって感じだと思いますね。自分セローを乗って一番最初に思ったことが演奏しないことですね。一速二速だったらどんなにトコ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 やっても演奏しないし、エンジン回しとけばどんなとこでも走破できる感じがします。まあ、散々いろんな人に同じようなことは言われてると思うんですけど、改めてセローに自分が乗ってみてそれ実感できました。本当ね、走りやすいよ。それはね、そんななんかロングセラーになりますね。よっ、よっ、よっ。まあこんな感じでもうひらひらいろんなラインを選んで走れちゃうんで本当にいいです。よっ、これもね、ほら登ろうと思えばすぐ登れるし、急な車線変更とかこういう本当に掘れてる部分も危ねえって時にすぐラインを選んで走り抜けることができますね。本当ね、楽。 850GS、 僕一番最初に 850GS なんていうもうわけわかんないバイク買っちゃいましたけど、最初こういうので特訓した方が良かったなって今思いますよ。ただやっぱりGS とかと比べちゃうとサスは弱い気が
します。結構ダイレクトにあの振動が伝わってくる。こういうのはやっぱりサスペンションを、まあ、いじくった方がいいんだなって感じはしますね。ただ吊るしの状態でも全然何でしょう、走れるっちゃ走れますよ。限られたリソースの中でいかに最大限発揮できるか、その体重移動だったりアクセルの開け方、ライン取りだったり、そういうのをこう全部よいしょ自分で勉強できるいいマシンですね。最低限のサスで、最低限のエンジンで、最低限の車体、だミニマムな、バイクです。ただそれが一番いい、そんなことを気づかせてくれるいいバイクです。さて難関が出てきましたね。まあ言うてこいつだったらそんなじゃないよ。っなんかよいしょ、はい、なんかめっちゃ掘れてたな今。けどまあこうやって開けときゃいけます。ボヨン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 しながらですけどいきます。ちなみになんですけど、今回僕ここに入るためにわざとあの空気抜いたりとかそういうことはしてません。この前この GP610 に変えた時のセローに書かれてた通りの指定空気圧で入ってます。よっ、前 1.25 の後ろ 1.5 だっけ、はい、まあそんなぐらいのところで、走ってます。ユノキの一番激しい区間を抜けてきましたが、まあ今みたいな感じでよいしょ楽しく抜けてこれます。まあいいバイク、本当にいいバイク。セローは本当におすすめのバイク。オフロードバイク乗ってみたいな、どういうバイクなんだろうっていう方には本当におすすめの1台。パーツはいくらでも出るし燃費もいい。 250cc なんで高速も走れて、南は九州沖縄から北海道、それも冬の北海道まで、全部日本全国どこでも走れます。高速も走れるし山道も走れる。近所のお散歩、買い物から、北海道一周ツーリングまでできるバイクってなかなかないです。ポケモンでいう EV みたいな何にでもなれる素質を持ってます。こっから例えばもっと高速楽に走れるバイクが欲しいんだったらテネレとか買えばいいですし、もっとこうガンガンに攻めるようなバイク欲しいんだったら WR 買ったり KTM 買ったりとか、初めてのバイクでもこれ買うっていうのも全然ありだと思いますよ。まあ、そういうことも話しながら、まあ、このセローの走行レビューは1個以上となります。というわけで今回の動画はセロー購入後のレビューでした。セローは初心者にも扱いやすく、オフロードを勉強するにはもってこいのバイクだと思います。中級者上級者にも乗っていて楽しいバイクだと思われますので、ぜひセカンドバイクにもいかがでしょうか。そんなセロー乗るのは今が最後のチャンスだと思われます。欲しい方はぜひこのチャンスを逃さずご購入ください。長いこと喋ってしまいましたが、これにて今回の動画は終わりとなります。次回の動画もお楽しみにお待ちください。動画のご視聴ありがとうございました。バイバーイ。